あ、まだやってるとこありますね、はい、やってますので、じゃあ1番筐体スイッチングお願いします。お願いします。ネクロ5とマコト5、ちょっと待ってください、今データを見ますね。1番筐体だから、はい、1番筐体なんで、これが悪魔の見たい唐草は添えるだけ、そうですね、こちらの試合をやってますんで、状況を、待ちましょう。ネクロ5、はい、あ、ネクロはアーロン、アーロンですね、2人目ですね、はい、で、現在副将の弟さんです。弟さん、はい、あ、大将の鎌田さんですね。はい、ごめんなさい、情報がちょっとだけこれ。そうですね、あの弟さんはあのあれなんで SA が違いますね。はい、すいません、間違えました、ごめんなさい、失礼いたしました。丹田か、時報のところは合ってますよね。ネクロが時報で、アーロンは合ってるんじゃないでしょうかね。はい、これもでもなかなか難しいカードだよね。難しいカードですけど、でも結構でも誠なんかきついと思うんですよね、ネクロ側が。ただその誠のダッシュを見て、肘打ってエレクとかそういうのをしっかりできれば、まあ、結構やっぱダッシュしにくくなるので。さあこれ今勝利しましたので、はい、服じゃなくて中堅を引きずり出す形ですよね。3人目、はい、悪魔の実が3人目が、